パンクでーす。こないだね、埼玉のね、あの地下宮殿行ったでしょ。あのね、あとね、このね、雪いちごというね、かき氷屋さんへ訪れました。なんかね、プレハブのね、なんか建物があって、中入っていくとね、もう野菜とかね、フルーツね、ビシバシ売ってた。すごくね、変わった場所。一緒にね、訪れてた人がね、たっぷりフルーツパフェのね、全部入りを頼んでた。もうね、パフェというかね、フルーツ盛りって感じ。でね、もう、このフルーツ一個一個ね、めちゃくちゃうまいわ。もう、取れたてのね、すごくね、新鮮なね、フルーツ使っててやばい。でね、もう一人がね、いちごのね、かき氷。350円だよ、これ。もうね、なんかキーってね、つまんでね、グイーンって引っ張ったね、小池栄子。でね、一緒にね、参加してたね、プーさんがね、いたずらしました。これ、おっぱい。それでね、ジャスが挑んだのは、ショートケーキに見えるね、いちごのショートケーキ900円です。栃木県産のね、とちおとめを使用してね、上からね、生クリームをね、ドバーっとかけたね、とても贅沢な一品です。お店のおばちゃんにね、ちょっと普通のよりも大盛りってできないですかって言ったらね、いやー、大盛りないんですけど、頑張ってみますって言うんでね、普通のよりもね、こんもりさせてくれた。周りにね、人がね、いっぱいいたんでね、もう背景がゴッホのね、ひまわりみたいになってますが、皆さんね、気にしないでください。明日ね、5時起きなんでね、もう時間がね、ないんですよ。それなんでね、ちょっとね、尺的にね、長くなるとね、つべにあげるのすっごい時間かかるのね。だからね、ここでね、お答えしたいと思います。今日はね、巻きでお願いいたします。人といっても馴染めず、小競り合いばかり繰り返しています。人と揉めるのが好きで、相手を死ぬまで追い詰めることに生きがいを感じています。自分は根っからの悪なんだと思います。こんな生活に疲れました。どうすればすぐ切れず、人を許す人間になれるでしょうか。ワセリン。大丈夫よ。今のね、ファンクほどね、悪はいない。これはね、断言してもいいよ。ファンクはね、どれだけね、悪かね、これから今日はね、断言してみようかしら。うちの会社にね、若い女の子いんのね。でね、いつもね、セクシーな格好してんのね。どうしよう、目いっちゃうじゃん。嫌でもね、胸元開いた服とか着てるのね。でね、顔がね、眉毛をね、細くしたね、プロゴルファー、猿みたいな顔してんのよ。ふざけんじゃないわよって感じでしょ。今若い人でね、プロゴルファー、猿わからない人は、画像検索してみてください。恩恵ね、お茶吹くから。どの顔でそれ言っとんじゃって感じなんだけど。でね、もう超高飛車なのね。どっからその自信がね、溢れてるかわかんないんだけど。でね、ファン君はね、陰でね、ちょっとその女の子のことをね、モンキーマジックっていう命名してるのね。みんなね、爆笑してるんだけど。いやもうね、ファンクね、悪。バレたらね、確実にね、その子はね、傷つくようなね、ネーミングファンクね、命名してあげたんだけど、ファンクね、カラオケ嫌いなのね。でもね、会社の人たちとさ、飲みに行くときにさ、上司が歌ってて自分が歌わないわけにいかないじゃん。で、歌うときにね、ファンクね、ガンダーラ歌うのね。そうするとね、みんなね、クスクス笑うね。でね、モンキーマジックはさ、
ん、なんでみんな笑ってんのって顔してんのね。それを見てね、ニヤってする、ハンク。ハンクは我ですよ。ごめんなさい。モンキーマジックはね、普段からね、めちゃくちゃ高飛車なのね。だからみんなから嫌われてるんだけど、喋るのもね、ハンクぐらいしかいないのね。ハンクは教育係だから。でね、どう？今日の格好セクシーでしょって言うとね、すごくセクシーって。ね、今日ね、どう？って言うから、いや、すごい綺麗だよってね、言うのね。それをね、前の人間がね、聞いてね、いや、お前は本当に悪いやつだなって言うのよ、ワンク。ワンクもね、認める。もうね、もしかしたら日本一の悪かもしれない。下道かもしれない。ね、言葉ではね、いや、もうすごく綺麗だよって言っててね、裏でね、モンキーマジックって言ってんだから。いや、本当にね、人のね、道をね、踏み外してますよ。で、こんなファンクでもね、ちゃんとね、会社勤めしてるんで大丈夫ですよ。そのね、なんていうの、どうしたらね、生まれ変われるかっていうね、ことをね、まずね、考えられる時点でね、あなたはね、成長してるんじゃないかなと思います。まだね、ファンクまでね、悪になってない。出なしていらっしゃい。そういえばね、このね、かき氷ね、食べに行く前にね、ちょっとね、でかいもの食べておりました。それじゃあね、その予告を。じゃあ、今夜はここまで。じゃあねー。